はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、モーション謎、縛りプレイ続きやっていきましょう。2部、8章まで来ました。戦うことできるのは最初から上級職のキャラのみ。このマップ、仲間増えます。戦うことできる仲間が。はい、囲まれてますね。ピンチ。ゴードン。ゴードンは戦うわけじゃないです。アラン。オッケー。オッケーか。テアリー。いや、テアリーの方がいいな。テアリー一応持って、ウェンデルはまだレベル上げないです。一応予定はね、12章やね。12章で星のかけらが揃うんすよ。まあ、そっからです。そっから一気に仕上げたいなと。守備、魔防、まあ、幸運もなんですが、守備、魔防、幸運、力。まあ、ここを上げていきたいですね。まあ、とりあえず守備と魔防。まあ、これがどんだけ上がるか。で、だいぶ変わってくるんですよ。まあ、後々、ウェンデル無双できるかもしれないです。じゃあ、手ありはある。鋼か。まあ、シリウスはここで完成ですね。レベル20になります。はい、じゃあ行きましょう。スタート。カイン登場。はい、北にいると。ハーディンは不思議な力に守られていて手出しができない。右上にいます。はい、南は傭兵部隊がいる。アストリアの部隊ですね。さあ、まずは星の霊を持ちのこいつを倒す。アランで行くか。18。あ、シリウスなら余裕っすね。相手攻撃してこないっす。さあ、で、カイン。マルスはこっちやね。まず村行きます。で、アランでこっちっすかね。まあ、とりあえずレオゲットして。はい、サクッと。あ、で、レオは、力が 50% 上がります。で、守備が 10% 下がる。まあ、キャンサーの逆っすね。シリウスが持ってるキャンサー、星のキャンサー。これが、力 10% 下がって、守備 50% 上がるんですよ。だまあ、レオキャンサーは持たせたいよね、ウェンデルに。ただ、ウェンデルはコウも上げたいので、まあ、アリエスは持たせたい。でも、それはもうジョルジュも一緒。で、魔防を上げるならバルゴってやつを持たせないといけないんですよ。まあ、それ守備下がるんですが。いや、バルゴと、まあ、最後に手に入るやつあるんですが、それもね、魔防上がるんですよ。で、タウルスも持たせて、とりあえず魔防上げていくっていうのもありっすね。ウェンデルは。まあ楽しみっすね。ジョルジュはもうとりあえずコーン上げる。コーン上げて、あと全体的になんとなく上げとけば、まあ結構使えるので、ただ魔防も上げたいんですよ。幸運と魔防、ここ。ここ上がればかなり使える。はい。まあ、とりあえず、行きましょう。まあ、俺、ジョルジュ好きなキャラなので、しっかり育てたいですね。一番最初、何もわからないときに、まあ、とりあえず、ターン終了すか。何もわからないときに、ジョルジュ使ってたんですよ。一部のときも、弓の中で一番使ってましたし、二部のときも、弓の中で一番使ってたんですよ。
よし、まずはこいつらね、守備11、はい、鉄で十分です。アラン、ちょっと待てよ、アランで、まあアランで行った方がいいな。銀で行きましょう。銀でちょうどっすね。オッケー。さあ、で、シリウスここ出ます。シリウスはこれで完成です。技、守備、HP。はい、能力こんな感じ。さあ、急げマルス。はい、まああとは OK ですかね。終了。はい、訪問。急げ急げ。はい、下流石はちゃんとゲットしといた。ただ今回は縛りで使えないっす。さあ、まずはこいつらを倒して、ここまで来るか。まあ鉄でガンガン行こうぜ。シリウスが強いっすね。でゴードン運びつつ、あとはウェンデルモンで、アランはここ、はい、終了っすね。で、この魔導士はアランに任せます。で、マルスとは急がないといけないです。急げ急げ。フィーナ使えると楽なんですけどね。さあ、で、こっちやね。まあウェンデルで一回回復してもいいっすけどね。ただ経験値上げたくないなっていうのあるんですよ。まあここはそのまま行こうか。はい、そのまま行きます。さあ、ゴードン運びつつ、で、手ありっすね。手あり持って終了。急げマルス。よし、ナイス。さあ、とりあえずマルス急げ。で、こっちですね。砦で入って、あ、傷薬持たせてねえんか。
まあ OK。 はい、終了。走れマルス、とにかく急げ。こいつがここまで来る。オッケー、ここは大丈夫。まあとりあえずこいつ倒して、しんがりは任せろ。アランかっこいいっすね。じゃあこいつ叩きましょう。よし、ナイス。サクッと銀の弓ゲットで、ゴードンで急げ。ゴードン、さあ行きましょう。まあとりあえずマルシ急ぐで、ゴードンがここまで来てます。まあ次話しかけることできます。ちょっと情報でも集めとく。ヒントくれましたね。こいつがここまで来る。はい、でアランも急ぎましょう。逃げる、シンガリア任せろ。で、こいつ叩きます。まあ鉄でいきましょう。必殺出せ、シリウス。はい、じゃあ終了。はい、それじゃあ話しかけます。話す。はい、ジョルジュさんのおかげ。また一緒に戦ってほしい。はい、話の分かるやつ、ジョルジュ。ちょっと逃げよう。さあ、あとは制圧するだけ。はい、まあ適当に話して。
で終了。はい、じゃあ制圧します。追っ手が来ます。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。